さて、今日はもう12月27日、今年もあと4日しか残すところないんです、はい、そうですね、もう最近のテレビ番組といえばもう全部1年間を振り返ってみたいなばっかしてますもんね、うん、なのでちょっとここで部員にちょっと今年一大ニュース、ビッグニュースっていうのをちょっと質問してみたんですよ。でちょっと代表に何人か聞いてみたんですけど、はい、ちょっとここで聞いてみたいなと思います、はい、じゃあみーちゃん、みーちゃんのビッグニュース、高校に合格うん、おめでとう私もギリギリで高砂合格だから、おめでとう。もう来年は私たちも受験生ですよ。大学合格って書きたいですね。はい次どうぞ。はい、楽器を何ですか。楽器を曲げた、え、どこら辺を曲げたんですか。楽器のこのベルのところを結構いっちゃってますよ、ね、知りたほか、はい、一大ニュースですね、それは。はい、じゃあ光一くんは脱いだ。これどういうことですか。まあ、入学したての頃は部活とか学校生活でも結構おとなしいキャラを演じてたんですけど、夏休みに入ってからありのままの自分を見せるようになりました。多分それは。それは猫かぶってたってことですか。猫かぶってたっていうことですよね。てかこれ化けの皮は脱ぐじゃなくて剥ぐって。びっくりした。ブインバルもおるかも。はい、ちょっとむちゃくちゃな感じで終わりましたかも。気を取り直して次の曲に行きたいと思います。ありがとう。